ショイコを背負う富士山の山小屋の従業員ショイコとは、荷物をくくりつけて背負って運搬するための枠からなる運搬具。故障には、ショイ枠、老い子、セータなどがある。キャリーボーンも、ほぼ同様の構造のものである。山村における薪木の運送など、自動車による輸送が普及するまで、主に長距離を運搬するための道具として用いられた。木、竹やアルミニウムなどを用いた。 左右の縦棒に結合した枠に、繊維や革製の背負い縄を取り付け、使用するたびに背当てを当てて用いる。背当てがしょいこにあらじめ、取り付けられていることもある。比較的重い荷物を背中に背負って、運ぶために用いるもので、同様の運搬具には、しょいかごや、背負い縄がある。一般には、左右両方に、背負い縄があるが、一本の背負い縄で胸からかけて、 用いるものもある。ショイコは荷物を木枠にくくりつけて用いるものであるが、木枠の下部に爪と呼ばれる荷台があるものとないものとがある。長崎市のような旧坂が多く自動車の侵入が困難な地域では、宅配便の配達や引っ越しなどにもショイコが使われている。1990年頃から、軽金属製のショイコがアメリカ合衆国から持ち込まれ、 それまで使われていた横長のバックパックよりも格好がよく背負いやすいことから若い登山者に受け入れられた。しかし高原やなだらかな尾根では良いのだが岩場の多い北アルプスなどではパイプの出っ張った部分が岩にぶつかるたびに体が振り回され険しい岩場であれば体ごと谷へ吹き飛ばされる危険もあり統計には出ないがこれが原因の転落事故もかなり 出ているはずとの指摘もあった。2から3年で廃れ、その後は縦長のリュックサックが主流となった。以下は背負う形式の運搬具。災害時の要救助者位送に処理庫を活用する動きがあり、避難用に特化した処理庫式避難器具の開発も行われている。ありがとうございます。